出ちゃった。まだ来てないのかなおーいどこにいるのちょっと露出度高めかなたまにはいいよね彼の反応楽しみだないたいた気づいてないなよし脅かしちゃおう 平気、怖いのは慣れてるから袖を掴んでるのは念のためこの程度じゃ私を怖がらせることなんて <laughs> もうやだあの、手握っていい私は怖くないんだけどあなたが 怖いんじゃないかなーって。抜け出しちゃった。うーん。二人きりのホワイトクリスマスって、なんだか贅沢だね。ほら、上向いてみて。星が降ってくるみたい。あっ。 ほっぺに当たると気持ちいいうんうん寒いのは平気だよあなたに温めてもらうからふふ <laughs> 完成どうかわいいでしょあなたに似合うと思ってこれ もう一つ作っちゃおうかな。あなたと私でつがいになるの、ますます可愛くないそうだ。ホッケーマスクもいいかも。怪人ごっこも楽しそうだよね。ふふ。ねえ、深呼吸してみて。空気がとっても美味しいよ。 お昼もここで食べたら絶対美味しいと思う。お腹ペコペコじゃあ、ここでランチにしようか。このバケット、すごく美味しいんだよ。風が気持ちいい。最高のピクニック日和だね。はぁ、あ。お腹がいっぱいになったら、眠くなってきちゃった。 昨日はいい夢見られた私、夢の中であなたと、<laughs> やっぱり秘密。私、変な寝言言,言ってなかったもし聞いてたら、忘れること。おはよう。あなたの寝顔、かわいすぎ。さっきからずっと見てたの。 ほら、親しき中にも礼儀ありだぞ今見た見たよね見たなーもう乙女の秘密を知ったからには責任取ってもらうからねはぁ、あ、さっぱりしたごめん お願いいいしてもいい靴取ってほしいのレモン石鹸ってちょっとかわいいよね学校の中でしか見たことないけど裸足でこうて歩くのって気持ちいいあなたもやってみないどうこのメガネ。 いつもより知的に見えたりしてたまにはこういうのもいいでしょ <laughs> このメガネはおしゃれじゃなくて変装だよいい今日はデート兼視察なんだからねこのお店オーガニックコーヒーがとってもおいしいんだって、はああ楽しみ <laughs> メイクが決まるとテンション上がっちゃうな気付いてくれるかなこのニュアンスうんー楽しみこれで彼の姿勢は私に釘付けなんてねこの子を転んじゃったみたいなのよしよし すぐ治るからねほら男の子は泣かないの痛いの痛いの飛んでいけはいもう大丈夫私のこと「お母さん」って言ったじゃあこのお兄さんは なんだか黄色の絨毯みたい一緒にゴロゴロしようかわいいでしょうこの花飾りあなたにもつけてあげよっかああなたの頭をテントウムシがのぼってるがんばれお待たせしましたチョコレートパフェです ちょこっと大盛りにしといたよあなたがお客様だなんてなんだか変な感じお店屋さんごっこしてるみたいだねもうすぐ終わるからこれ食べて待ってて今日は一緒に帰ろうねこれおいしい あなたのも美味しそうだね交換してみるセレブ気分を満喫だね <laughs> サンオイル塗ってくださる浮き輪の空気入れご苦労様でしたこれ飲んで一休みしてほら居残り生徒 遅いぞ。一緒に帰ろ。う。奇遇だね。え待ってなかったよ。<laughs> 偶然ってことにして。私の得意技、見たい必殺、見返り美人、なんちゃって。 ね、どっちが遠くまで靴を飛ばせるか競争しない負けた方が今日のデート代おごりねこうしてると子供の頃のことを思い出すな男の子よりずっと高くこけたんだよ <laughs> すれ違うたびにあなたの顔が見えるよいいねこういうの。 ねえ、見て。街中がキラキラしてる <laughs> いよいよクリスマスが近づいてきた感じだねこうして相手のことを考えながらプレゼントを選ぶのってすごく素敵だと思わないでも私にはあなたと一緒に過ごせることが最高のプレゼントかな。 よかったら来年もその次もずっと予約させてねもうお餅食べてる顔そんなに面白い落ち着いて食べられないじゃないお餅は伸びれば伸びるほど縁起がいいって知ってたなんて。 今思いついたんだけど、それっぽく聞こえない新年の目標そうね。お餅は一日二つまで。ううん。やっぱり、三つまでにしようかな。